で最後ヒョンです。これに関してはね、俺もわからない。みんなはこうならないようにローとか小柳とかナギで呼んでください。悪いお手本があってよかったな。この呼び方で呼んだやつもギロと同じメンツなんだけど、ヒョンのなんか理由はないらしいです。思い浮かんだからって言われた。聞いたら。以上、呼び方でした。てな感じで、まあ、ゲーム三昧だな。本当にゲーム三昧ではあるんだけど、引きこもりな感じ出しといて、実は空手で全日本大会に出てます。スポーツも好きで、野球とかサッカーとかやったり、 VTA のレッスンでもダンスが一番得意で、バリバリ体動く系のタイプでした。はい、そんな感じでピョンの印象をね、出していきましょう。最初どういう風に思ってたか。僕はね、最初寡黙ヤンキーって思ってました。だってさ、全然喋らんのにさ、高速全く守ってない服装してるんやで。めっちゃ怖いやん。俺絶対仲良くなられへんと思っててん。で、また、喋り方もさ、結構こう、なんやろ、ダウナー気質で、声もめっちゃ低いしさ、これ大丈夫かなって思って。でも、極めつけはこれよ。空手めっちゃ強いっていう話。自己紹介の時にでも恐れ言われてさ、警戒心マックスなって思って。まあ、こんな感じで、まあまあ怯えてた僕なんですけど、その後の印象ガラリと変わります。僕ら裏でね、通話つないでね、作業だったり遊んだりしてるんですけど、その時のお話でね、初めましてのコミュニケーション、本当にみんなで集まって、対面で集まってね、初めましてって言って、その日の晩やったんですけど、みんなでね、仲良くなるために、通話しましょうっていう風なことを先輩に言っていただいて、まあ、そういう企画を立てていただいたんですね。で、その晩通話して、で、そういう機会がこう何回かあったんですよ。数回あって。で、ある時ね、ポーンってピョンが入ってきてくれたんですね。で、自己紹介以来の初絡みですよ。ほんだ、はじめましてって言って、あ、そういえばゲームとかめっちゃ得意ですっていう話してましたよねっていう話で、バーって1時間か2時間ぐらい話してたんですね。だから、ピョンもね、こう、だんだん話すの慣れてきてくれたか、こんなこと言ってくれたんですよ。いやー、実はと、この通話に入るかどうか、アプリ立ち上げて30分悩んでましたと。俺もうね、それ聞いた時に、可愛いやっちゃなと思って、もうそっから、間に感じてた警戒心とか、壁とか全部なくなって、もう一気に仲良くなったって感じ。さあ、そんなエピソードがあったりします。あとね、こう、聞いてほしい。ジンに関しては30分通話に入れないことあいつバラしたから、もう知らない。知らないもん、あいつは。ちなみに、定点営業じゃないです。うぬぼれるな、みこしばジン。俺はそんなに安くないぞ。最近気づいたんだよ、俺。生活してて2期生の中で名前で呼んでくれるのが4人しかいないことに。リと佐伯、まあ、一徹ね、一徹、あと草壁と、リとはローって呼んでくれるんだよ。ローくんとか。それ以外はみんなピョンで呼ぶんだよ。でそろそろさ、決着つけようぜ。いや、じゃあね、エゴさ引っかかりにくいんだよ、ピョンって。なんかないの？わかった。じゃあ、ギロピョンかローピョン。どっちがいい？ピョンから逃げられないのはもうね、ここに来て、もうそう、運命だからしゃあない。で、ちなみにこのローピョンって言い出したの、クニオとジンと星るべだから。あいつら本当に、しばきましょうか、後で。いい？じゃあ締め切るわ。と 55% が入ってるからギロピョンね。ギロピョンです。じゃあ俺は今日から俺はギロピョンです。そう、ギロピョンでエゴサするから。まあエゴサは小柳ローでもやってるんだけど、って感じで、じゃあ統一お願いします。次。